メダル。作物ができてるね。農園に行きますか。プレゼントが届いてるよ。メインがすごいな。すごすぎる。無敵状態というか。WBC タフですね。前走ですね。はい、何です？大受けしてしまった。じゃあ行きましょう。アルフィーガチャってなんだろう。レディーガチャはやっちゃいましょう。レーシングプログラムです。キングジョージがもう終わってしまう。ムロダロシア賞じゃ距離が短いしな。凱旋門賞までレースがないんだよな。しかも凱旋門賞取ってるんですよね。なのでテキノアレースをやらないといけない。いい感じだね。イベント開催中だよ。いいね。距離属性が長っ。いい感じだね。はい、何です？長くなりましたね。イベント開催中だよ。元気だね。いい感じだね。札幌県にまでまだ3周あります。クエスト達成、やったね。イベント開催中だよ。気合十分だね。お、嬉しいか。よしよし。イベント開催中だよ。いい感じだね。はい、
です？今28週間残りが。今週はレースがあるよ。元気だね。好調ってわけですね。いい感じだね。はい、何です？私の調整を無理やりバッチリさせました。一番人気。いいですね、一番人気です。ただいまより投票受付を開始します。 1.2 倍、ダントツですね。他丸がついてるのは松井田ゴッホ、サイレントプライド、シルクネクサスっていったとこです。だいぶメンバー落ちますよね。勝ちたいです。G2 札幌記念です。今年も名勝負が期待できるか。和産地北海道で行われる大一番。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして先頭に行くのは。サイレントプライドがかわしていきました。桜メガワンダー、シルクネクサスが上がってまいりました。12番被災地パンドラ、外から行こうというところ。12頭が第1コーナーに向かいます。この辺りちょっと離れている9番エアチャンス、そして6番手にアグネスアークであります。5番祭り田ゴッホ、ちょっと離れて3番マチカネオーラであります。エリモハリアーが並んでいます。そしてその後ろからアドマイヤフジ、それからファスト立山、内を通って2番カタノバイアリー。さあもう一度前の方に戻ってまいりますと、これが先頭フサイチパンドラ、縦長になろうとしています。それからもう一頭サイレントプライド、そのうちにシルクネクサス、4番サクラメガワンダー、アグネスアーク、9番エアチャンス、下がって6番手その後ろでやりましょうか。5番マツリダゴッホ、3番マチカネオーラ、外を通りましてエリモハリアー、ちょっと離されましてアドマイヤフジ、カタノバイアリー、じわっと上がっていく、しんがりからバスト立山、バスト立山、さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。カタノバイアリー直線伸びてくるのかどうか。ここで先頭に立ったサイレントプライド、カタノバイアリーの差を詰めてきている。一番人気のカタノバイアリーは果たして、おお来た来た、このまま粘れるか。サイレントプライド1着、カタノバイアリー末足爆発、まるで疾風のごとき走りです。なんとか勝ってくれました。札幌記念カタノバイアリー勝利です。おめでとう。1着、2番、2着、5番、3着。まだまだ先は長いよ。イベント開催中だよ。優秀カードチケットっていうのを今日見ましたね。特別な会話なんだろう、体重はバッチリだ ね。ということで天皇賞秋はもう凱旋門賞も勝ってるんで、ジャパンカップが負けたんだったっけな。というよりジャパンカップは出走すらしてないんですね。ジャパンカップ出したいな。有馬記念は向いてないことわかるし、凱旋門賞か香港っていうのもいいかもしれないな。また次回考えたいと思います。次回は秋競馬です。ぜひよろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。
この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。G2 札幌記念勝利をお伝えいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。